真っ暗やね。何言っちゃった？真っ暗。今日は朝車を散歩します。そう、毎日ね朝早起きちょったとよね。夏休み中はみんな5時ぐらいに起きて散歩をしていました。今日はその何ですか、総集編じゃないな、なんていうの、ああわかんない、集大成だ。集大成として愛宕山かに登りたいと思います。暗くて何も見えから、なんかそうね、そうね。そして何、朝日を見たいと思います。行ってきます。時間は光ってるね。だいたいうちらの足だったら20分とかで行けるかな。2、30分やろね。あ、この音やった。ね、明るくなってきたね。今水神様のとこやから、もう少しだよ。牧師に疲れた。到着ね。とりあえず目的の展望台のところへ行くね。駐車場や。疲れた、うん、声が出らん。あ、海やっとね。うん、え、あっちから来たっちゃ。あ、綺麗。お疲れさんね。とりあえず展望台に行くんだ。風が強いね。着いた。到着や。なんかいい匂いがする。お花の匂いがする。さあ今から太陽が出てくるよ。あー、すごい綺麗。足綺麗やね。朝日が昇ってるね。綺麗。海から出てきよるね。綺麗。入れた？
ございます。綺麗、眩しくなってきたね。よし。